私夢の中でショールームしてたやだから全然気づかなかった。しかもマジで今の服でしてたから全然気づかなかった。おはようございます。全然気づかなかった。携帯びっくりした。マジでショールームやってなかった。朝起きたら夢の中でのショールームは初めてなんだけど、夢の中でショールーム配信しよって、ほんまにマジこの服でこのやつやった。コンタクトは乾燥してるので夢の中で配信中。何の話してたのか分かんないけど、ほんまにこのショールこの感じで配信してた。よし、コンタクトも皆さんハートありがとうございます。キュン。あれあれあった。アンナちゃんハート、イラさんハートありがとうございます。キュンです。ありがとう。おはよう。おはようございます。あ、テロップ。ありがとうございますみんななんでそんなそんな空を言ってないかというおもろすぎるな。そんだけお互い信頼し合えてるってことかな。ちょっと左右目がやばいな。ちょっとアイプチしよう。右目が終わり。心許してるからね、みんなお互いおめー
くりした。ショールーム開いただけで音声流れるからびっくりした。逆煽り来ましたね。逆煽り。夢の中ではなんか星投げのなんか講座かなんかしょっと父並びの講座みたいな、何を話しとったか覚えてない塗っとこう。みんなおもろすぎるだろう。朝から平和なルームで嬉しい空は。ありがとう。あ、間違えた。平和が一番です。いや本当にね、平和さんのルームは平和です。この配信で7位に行けたらなって思います。カウントをしなぎよろしくお願いします。あれ？あった。充電満パン。あー久しぶりだか。ふふ。ぶさ。ぶさ。なんか目がない。思いっきり手を伸ばした。
りさんハート、TT さんハートありがとうございます。ありがとう、キュンです。水 T さんもハートありがとう、キュン。カワジャンさんドルもありがとう、クランクランありがとうございます。ボンドさんハートありがとう、キュン。いい曲。世界には石がない。あー、ダルさん、タコ、タコチありがとう、タコチありがとう。君に会った瞬間ありがとう、オリコクさんハートありがとう、今日。ダルさん、バジルモンスターさんハートありがとう、星投げカウントよろしくお願いします。なんかさっきの配信よりめっちゃ空が暗い。なんでだろう。空暗くなっちゃった。悲しい。七位見えてきたね。だんだんと。竹山さん、誰もありがとう。チェックアウトありがとうございます。それならば
皆さん誰もありがとうございます。ありがとう皆さん。7位のハッカーが配信始まったそうなので、頑張ろうみんな。水ティーさんハートいっぱいありがとうございます。ありがとう。3万ポイントあと。ボンドさん、ハートありがとうございます。皆さんハートありがとう。ナオさん誰もありがとう。コロンコロン、ありがとうございます。サミさん多い。
アナちゃん、コケンさん、ハートありがとうございます。キュンです。ふかけたおおみんなすぐ展開に驚いて、まずごと言ったのかと顔を見合わせるけど、そうデリカシーがない男と同じに、君はマジで怒ってしまったようで、僕が名前ありがとう、シバさん、レインボースターありがとうございます。おはよう、ひょうきづかさん。
ありがとう、ハート、キュン、マジラマサさん、ナルマ、ありがとう、カランカン、
クマタワー、ほんとだ、あんこちゃん、クマタワーありがとうございます。ちょっと待って、どこやったっけ、あった、ありがとう、クマタワー、ありがとう、クマ、クマタワー、初だ、このイベント始まってタワー、今までタワーはなかった、皆さん多分いっぱい投げてくださってたはあるんですけど、一発でタワーっていうタワーはなかったので、初タワーだ。飛んでよけ、久しぶりにクマタワー見た、ありがとう、ちょっと待って、ちょっと待ってね、なんかクマの絵描いたつもりがウサギみたいになっちゃった。ありがとうございます、お疲れ様です、おはようです。ちょっとこのスケッチブックだけスクショで、夜のセーラー服の時に空浜写った写真でもいいですか。ちょっとブサイクすぎてちょっといい、恥ずかしいので、コキンさんハートありがとうございます、キュン、ダルママありがとう、クンクン、ありがとうございます。とりあえずスケッチブックだけのスクショ、夜の21時、15分からの配信で、あの空ハトを写ったスクショ、スクショっていうかタイムも設けます。カップインとのお礼も夜にするね。ありがとうございます、カウントありがとうございます。すっごいリングライト、びっくりした、クマタワーは嬉しい、ありがとうございます。ちょっとでも縮まるかな、おはよう皆さん、この枠は43分までです。7位、本当だ、25,000ポイント、いつの間に、ね、もうやってないのかな、7位の方が。夏、夏歌えるかな、さよなら、黒を縫う青い海に決めていた、あなたの焼けた肩が波を分ける、さよなら。
から歌えた。リラさんハートありがとう。キュンです。わかんないわかんない、歌えるかな。思い出クローブルすぎる夏、いつしか素肌の水着の後消えるように、思い出クローブル、どんなに好きでも夢を見るハートに酸素が足りない、恋の息継ぎ分かってくれ、これもすごい歌番組とかなんかで聴いてた思い出がある。すごいサビがめっちゃ聴いたことある。バチバチありがとう。いつの曲なんやろ。パチパチありがとう。あいつがあると言ってた、こいつはこうだろうと言ってた、差し出し目のない噂の互い、確証ないほど拡散する、意外にああ見えてこうだとか、やっぱりそうなんだなんてね、本人も知らない僕が出来上がって、違う自分存在するよ、何が本当ならどうでもいい、分かってもらおう、なんて無理なんて倒れていく悪意のみの止めようたって止められない、訂正したとこでまた同じことの繰り返し、もうそういうのうんざりなんだよ、誰もが風の鳥みたいに風の向き次第で、あっちこっちへとコロコロ変わる、世間の声に耳を塞いで生きたいように生きるしかない、だから僕は一人で心閉ざして交わらないんだ、エキセントリカはものでいい、理解されない方がよっぽど楽だと思ったんだ、人の目気にしない愛なんて言を切る、吐き出してしまう、聞いたよ、本当はこうらしいって聞いたよ、推測だらけの伝言ゲーム、音のネタはどこにある、絶対誰でも言うなよ、ここだけの話って耳打ち、漏れない秘密はいつも続けない、口が固いやつなどいるものか、もう誰が味方かなんてどうでもいい、そうとは関係ない、信じる信じない、無責任な友達ごっこ、肯定も否定も嘘も都合のいいにされるだけ、もうそういうの勘弁してよ、全てがフィクション妄想だって大人げない議論です、嘘とか欺瞞に溢れる世界、綺麗な川に魚はいないと下り倒して、誰かは言うけど、そんな汚い人はなら僕は絶対泳ぎたくはないや、エクセントリカはものでいい、普通なんかごめんだ、僕は僕でいさせてくれ、経営されたって好きなように生きていくよ、カメレオンみたい同じ色に染まれない、
ありがとう。48タイムズさん11日までです。48タイムズさんも
ということで、そろそろ43分なので配信を終わりたいと思います。そして終わったらまたすぐ始めますので、星がある方はぜひ星ポポンって投げてくれると嬉しいです。そしてカウントもできますので、もうすぐ始めるね。43分になったら切って、43分になったら始めるラストもちょっと歌っとこうかな、皆さんが星集めとかしてる間に。45秒ができる、 ありがとう。じゃあ40秒ぐらいで40、じゃあそろそろ終わってまたすぐに始めますので、一周確かできるはずなんですよ。ギリ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 一周ができると思うので、よろしくお願いします。ありがとう、秒数まで教えてくださってごめんなさい。本当3分遅れちゃった。あれだったら今日ちょっと夜早めに12分ぐらいにするかもです。早く終わればなんですが、ではまたお会いしましょう。すぐです。バイバーイ。